際大きな声で客を呼び込む稲森康生さん64歳。接客がしたいという理由で入社し40年勤めるベテランです。店内を見回しながら動き回り積極的に声をかけます。稲森さんはお客さんとの距離を大切にしようと、昔から馴染みのある客とはお互いの携帯番号を知る間柄で直接話すことを大切にしています。最近は閉店することを知った常連客からよく連絡が来るといいます。もうやっぱし嬉しいですよ。ああ今日も元気でお電話いただきましたっていう感じでね。この日は土曜日、閉店前のセールやキッチンカーなどが並ぶイベントが行われていたことから、家族連れなど多くの人が訪れ別れを惜しんでいました。ツーリングとか行ったら行きとか帰りに寄るんで、ここまで帰ってきたら伊賀まで帰ってきたなっていうちょっとホッとする場所ではありましたね。よく実家帰るときも必ず寄ってたとこなんですよ。なのでもうなんか寂しくて、もう今日しか来る日なかったので、もう今日来させてもらいました。名阪上野ドライビンは名阪国道の大内インターチェンジ近くで1966年9月に開業。90年代にはバスを使った団体旅行客の増加や大阪で開催された博覧会などの影響もあって、年間およそ8万台の大型バスが立ち寄るようになりました。当時のことを知っているのは今では稲森さん一人。団体旅行客がよく利用した宴会場で当時を振り返ります。当時はね、もう入りきれないぐらいのお客様がいらっしゃってました。その当時は一つのテーブルに4人座っていただいてました。だからもうちょっとお箸を持ったら使えてた状況になってましたよね。台車で運んでる間にひっくり返したこともありました。その当時の上司の方が優しかったもんで、こんな誰でもあるんやで、失敗乗り越えんとうまいこといかへんよっておっしゃっていただいたもんで、よかったな、今日まで続いたんじゃないんでしょうか。次第に個人旅行が主流となったことからバスツアーが減少し、さらに施設の老朽化や経営悪化に追い打ちをかけるように新型コロナウイルスが猛威を振るうようになったことから、今月31日をもって55年の歴史に幕を下ろすことを決めました。やっぱしね、自分が働いてたドライビングがなくなるということに関しては寂しいです、辛いですけれども、ここまで成り立ったのはお客様のおかげですので、もう感謝しかありません。昔から稲森さんと交流のある常連客も多く訪れ、思い出話に花を咲かせていました。あー来てくれた、あーいらっしゃい、また泣くわ。稲森さんとはおよそ20年の付き合いになる前内さん。稲森さんへ似顔絵とメッセージを添えたプレゼントを渡しました。これやろ、まあそうやろ、まあこんな若く浮かれてる。よかったね、朝早くに起きて待ってた人。本当おめでとう、ありがとう。もう娘さんのようなそうそう、ね、っていうのがあったんやん。稲森さんはドライブイン閉店後退職する道を選びました。来ていただいたお客さんに今日も来たよとか、ありがとう、また明日も帰り寄れたら来るわねとかおっしゃっていただいたら、もうそれでもうね、私自体がもうこの仕事に生きがいをできたのかなとも思ってました。もう最後までやはりお客様に感謝しかありませんから、感謝の気持ちを込めて精一杯頑張りたいと思います。はい、いらっしゃい。55年ありがとうございました。